美しく、気高く、僕らを照らして光り輝くアワラスター、それは僕らの使命。子供の頃あったよね、将来の夢。あわら市のお隣、石川県加賀市の文化会館、ここで行われたあるコンサート。福井市で活動しているプロミュージシャン白井敦雄と彼が率いるビッグバンドスインギンバンドのコンサートだ。ビッグバンドジャズ、ギター、ベース、ドラム、ピアノのリズムセクションとサックス、トロンボーン、トランペットのブラスセクション、総勢17人前後で編成され演奏されるジャズ。1930年代、40年代にアメリカで流行したジャンルの音楽だ。ブラスが奏でる美しいアンサンブルと軽快に刻まれるジャズのリズム、かつて隆盛を誇り誰もが一度は耳にしたことのあるナンバーも多く、現在でもファンは多い。このバンドでバリトンサックスを担当している佐々木正則もまた、そんなビッグバンドの魅力に取りつかれた一人だ。あわら市中央公民館の音楽室、金曜の夜は佐々木がバンドマスターを務めるビッグバンドの練習日だ。金津ジャズクラブ、あわら市を中心に活動を広げ、結成から30年経つ知る人ぞ知るジャズバンド。佐々木は今となっては数少ない初期メンバーの一人だ。もう一回って言われる。ワン、ツー、アン、アン、エ。頭だけカーンって言って抜いて、そのこっちが動いてるかし、タラルラタラルラーってやってるかな。それに合わせてクレッシェンドしてるのかし。もう一回、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。バーン、バーン。その下の音もっと出さない。4裏で入るんかな。ワン、ツー、ワン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 。遅い遅い。いや、優しい方やな今日。まだ普通ともっと厳しいやん。そっちが怖いらしいです。そこら辺はだから、まあ、バンマス、まあ、コンサートマスターっていう、だからやっぱりその バンドをどうやってまとめるかっていうところだけなんで、まあ周りから見ると、すごいきついって言われることは多々あります、ね。音楽に対してもう妥協せずに、もうこれはこうですよっていうのを、突き詰めていくっていう、突き詰めた上で出来上がったものは、それは何にも代え難いものはあると思います。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。管楽器のアンサンブルが肝となるビッグバンドだけに、曲の一部分だけを繰り返し繰り返し練習する。調和を取りつつ個性を出す。細かい修正の繰り返しで曲のイメージがガラリと変わる。そこに妥協はない。気持ちのいい音を作り出すための努力があるだけだ。まあ管楽器なんで一つしか音が出ないんで、ハーモニー出そうと思うと一緒の楽器が何人か必要だって、
でハーモニーでも動くっていうね、うん、でオーケストラとか吹奏楽っていうのは基本的に自分と一緒の音を出してる人は他にもいるんですよ、ね、同じ音程で一緒の音でけどビッグバンドっていうのは基本的に自分の音は一人しか吹いてない。たまに重なる時はあるけど、うん、基本的には一人だから指揮者には合わせてピタッと合うんじゃなくて自分が自分の思いのテンポで吹いてそれが全員がピタッと合うところが一番快感があるっちゅうそうっす快感だそれでピタッと合う時やね、これだから合わらん絶対入れるな今の初期メンバーやっちゃ初期メンバーやね今本当の初期メンバーってえもんねもう30年近いよね未だにわからない彼のことがわからない中学高校はブラスバンド部に所属県外の大学に進学するとそこでビッグバンドジャズに目覚めた大学卒業と同時に友人が立ち上げた金津ジャズクラブに誘われ二つ返事で承諾ジャズがやりたいただその一心で金津へ帰郷した、まあ、同級生がバンド作ってその自分が今まで学生時代やってきたビッグバンドっていう形態のバンドがもうすでに金津にありますよってそれであの地元に戻ってきたっていうところも大きい、うん、もしなかったらもしかすると戻ってきてなかったかもしれない、うん、それぐらいですそうそれぐらいバンド名が金津ジャズクラブなんで、うん、ずっと金津が、ホームグラウンドで、まあ、そこで、うん、活動していくっていうスタンスは変わっていかないと思います。まあやっぱりそのま、街づくりの中でだから音楽通して、その街を盛り上げて いけたらなっていうところまでそんな大層に考えないですけどやっぱ街の中でいろんなバンドとかがいろんなところで音を出したり練習したりっていう環境になるのが一番いいだろうなって思います。僕らの演奏聞いたお客さんの感想で一番多いのはやっぱり楽しそうだって言われるのが多いんで、まあ、そういった音楽やると、まあ、本当に楽しいんだよっていうところを子供らに感じてもらえてるんじゃないかなっていうのは年がもう50メンバー50過ぎたのが多くなってきたんで、まあ、あとはもう音楽っていうのはもう本当死ぬ瞬間までできるんでもう、ね本当に死ぬまで音楽やっていきたいなって感じです。好きだからこそ妥協はしない。この場所で目指す音を作り上げるためにアワラスターだから君は輝き続ける。